日本茨城県土浦市桜町桜町は、茨城県土浦市の町名。現行行政地名は、桜町1丁目から桜町4丁目。土浦市街地の一角を構成する地域の一つである。土浦市のほぼ中央部に位置する。町内はほぼ平坦である。土浦市街の一角にあり、ビジネスホテル、旅館、マンション、医療機関や、 商店のほか大手企業の支店も立地する。北は大手町、中央一丁目、川口一丁目、大和町、東は有明町、南は桜川を挟んで藤崎一丁目、下高津一店二丁目、西は大町と接する。2019年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。公立の省に通学する場合、 正面により、以下の学校に通学する。土浦市は、土浦城の城下町として発展。江戸時代には、現在の茨城県南地域の中心都市としての基礎が、固まった。現在の桜町に相当する区域は、明治時代まで霞ヶ浦から続く湿地帯であり、1926年に、新市街地として造成され、霞ヶ浦海軍航空隊向けに、 料亭、料理屋、飲食店、カフェが集められた。一箇所に集められたのは、海軍の風紀の取り締まりのためである。開発の中心に立ったのは、霞ヶ浦岸の蓮川原の地区の高知、整理組合長を務めた、久松五右衛門であり、海軍航空大会隊に合わせて、時の土浦町長と共に、高知整理と並行して、新市街開発に乗り出した。 土浦市市では、久松五右衛門の功績は、土浦の発展史上を忘れることができない。と記している。また、駅から桜橋に至る発見道路が整備された。桜町二丁目は、北関東最大の風俗街となっている。桜町二丁目の風俗街の起源は、明治時代の花町であり、中城天満宮境内で、毎年3月に開かれていた。 小町での馬の売却駅を男性がここで散在したという。桜川包みの桜。桜川包みの桜は、1910年に、行方郡甘戸村の名田久米蔵が植えたもので、現在では、土浦市の桜の名所となっている。現在の桜町一の四丁目の町域は、1972年11月1日に、 土浦市一時住居表示整理事業により、土浦市の大技なし区域の一部より成立した。キララ通りもより駅は、JR 常磐線土浦駅で、徒歩5分圏内にある。桜町を通過する路線バスとしては、国道125号を走行し、土浦駅と藤崎、市役所、市南部方面を結ぶ路線と、主要地方道土浦境線上を走行し、 土浦駅と4モール土浦、石毛駅、下虫がかり方面などを結ぶ路線に対別される。ありがとうございます。